はい。始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録、高評価お願いします。今回は神奈川県の社会保険労務士法人の職員、正社員の7年目、40歳の方の給与明細です、えー。最終学歴大卒で、仕事内容は社会保険、労働保険手続き、給与計算、労務相談、就業規則作成など、必要な資格やスキルが社会保険労務士資格、PC スキル、エクセルやワードなどを一通り使えること、 勤務時間が1日7.5時間、残業は月20から50時間、えー。収入が月収40万、年収580万、ボーナスは1年で2.5ヶ月分くらい。えー、社労士になり低下のアドバイスとしては、社会保険制度や税法の変更にキャッチアップし続けるための努力が不可欠。頭でっかちで、えー、実務ができない人が多い業界なので、実は DX や業務効率化が待ったなしで必要とされている状態。ただし理解できない人が多い。 手続きには知識とともに、えー、憲法組合や各地のハローワークが定める細かい申請方法やルールを逐一覚えて繰り返し同じことを行う忍耐力が必要。えー、大雑把な性格の人には全く向いていない。クライアントとの接考能力も必要で、それができないと契約上必要ないことを手伝う羽目になったり、えー、永遠とくだらないおしゃべりに付き合わせることになる。でもしょうもないことも含めて楽しい。で、給与明細で、 基本給が17万1000円、職務の大手当13万9000円、解禁手当1万円、残業手当6万1000円、禁煙手当3000円、通勤手当ついて、総支給が39万4940円、そこから工場引かれて手取りが30万5418円となっています。えー、今回は社労士の方の給与明細でした。えー、まあ、かなり給料高いですね。手取りで30万超える仕事なんていうのはなかなかないので、 まあやっぱり、まあ、この方の実力とまあ、えー、社労士という資格がすごいんだなっていうふうに感じました今回はこれで終わりますチャンネル登録高評価お願いします